はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時ですね、だいぶ暗くなってきているようです。今日はもう締め切りましたんでですね、よう分かりません。でも暗くなってますね。はい、行きましょう。これは昨日の18時50分 Gigi.com の記事ですね。傷を越えて絆を、韓国大使が都内で会見。韓国のパク読めへん、パクなんちゃらですね、なんとかキですね、キっていう字ですね。キチを2つ並べるのはどう読むんでしょうね、カクかな、うん、まあ、パクなんたらキ駐日大使が7日東京都内の日本記者クラブで会見し、日韓両国について傷を越えて絆を作りながらしっかりした協力パートナーにならなくてはいけないと訴えた。過去の問題だけでなく未来の関心を深めるべきだ、未来への関心を深めるべきだと強調。来年日韓国交正常化60年の節目を迎えることについて、人間なら還暦だと述べ、より成熟した関係の構築を呼びかけたと。うん、お前が言うなという世界ですね。お前らというべきかな、お前らが言うなという世界ですね。国交正常化60年にあたって、1998年の日韓共同宣言に代わる新しい宣言を求める声が韓国に出ていることについては、当時とは国際情勢も日韓関係も質が変わったと指摘。長い目で、韓国と日本は協力すべきだ、日韓の国民に示した方がいいと述べ、必要性を訴えた。石破茂首相が提唱するアジア版 NATO については、どのような形がいいかは検討すべきだとした上で、北朝鮮、ロシア、うにゃにゃにゃという感じでございます。はっきり申しましてですね、日本がですね、外国とお付き合いする上でですね、著しく不愉快な国が2つあってですね、それが韓国と中国なんですね。なぜ著しく不愉快かというとですね、反日教育をしているからなんです。国を挙げて反日教育をしているんですよ。世界で国を挙げて反日教育をしているのは韓国と中国と、あと北朝鮮です。で、北朝鮮は付き合いないし、別に付き合うつもりはないんでどうでもいいんですけど、韓国と中国の反日教育によって両国の国民は基本的に反日なんですね。学校教育を素直に受けている連中はみんな反日なんですよ。そんなことを言うときながらですね、やっときながらですね、何が傷を越えて絆を作りながらしっかりした協力パートナーのアホかって言うんですね。その反日教育もね、事実を教えてるんなら私もですね、嘘ばっかり教えてるわけですよ。日本はやってもいないことをやったといいですね、自分たちが悪いことをしたことは一切隠してですね、全然都合よく日本が悪いやと言ってるわけです。そんな国とね、普通にお付き合いをね、できるわけないやと。いつも言うんですけど、別に日本にとって韓国は必要ないんですよ。特に韓国がなくなってもですね、韓国がですね、なくなっても取引を一切しなくてもですね、さして影響はないんですね。それは部分的にはいろいろ不自由がありますよ。不自由が出てくるかもしれませんけども、でも根本的な問題は一切ないんですね。だからある日突然国交断絶でもですね、そんなに困らないんですよ。その逆は知りませんよ、向こうは。なんか勝手に言うと、どうでもええねそんな、はっきり言うて。でですね、お付き合いをしていて、まず約束守らないでしょ。条約守ってないでしょ。ほんで、わけわからん反日で吠えるでしょ。韓国いまだに日本のですね、水産物ですね、東北3県かなんかの水産物を輸入禁止してるんですよ。中国でさえそろそろ輸入しようかって言ってるんですね。もうそういう国なんですよ。で、日本人が韓国内で犯罪に巻き込まれても知らんかもしれますしね。もう逆はですね、もっとギャーギャー言うでしょうけどね、もし怒ったら。そういう国なんですね。だからですね、別に日本は わざわざですね、こっちから頼んでお付き合いなんかしたくないし、なんか付き合ってくれってなったら、まあ付き合ってやってもいいけど最低限でという、軽くねというのが本来であるべきだと私は思っています。隣やから協力せなあかんとかですね、昔日本領やったから協力せなあかんとか、あんな関係ないんだもん。散々それで嫌な目にあったわけですからですね、もうええやん適当にと、できるだけ薄い関係というのがいいと思います。日本人とやっぱしね、似てるところもあるんですけど、付き合いにくい違うところもいっぱいあるんですよ。やっぱり一番はね、本当でないことを息を吐くように言う連中なんですよ。そこが一番なんていうか付き合いにくいところではないかなと思いますね。
約束守らないしその2つちゃうんかな。つまりまあそれと同じことですけどね、約束を守らないっていうのも、まあ、本当にないことを言ってるっていうのもですね、同じことでしょう。つまり誠がない連中ですから、オネスティがない連中なんでですね、誠に付き合いにくいし、ガンガン悪口言うし、陰で悪口ガンガン言うでしょう。まあ奴らの喧嘩の仕方なんですけどね。でまあだからそういう連中とね、こう付き合えば付き合いほどですね、日本人は不愉快な思いをするわけであって、相対的にね、それはもちろん部分的に仲良くなってよっしゃーみたいな感じになることはあるとは思いますし、現にあるでしょうけども、でも全体的に見ればですね、不愉快な目に遭うことの方が多い感じがしますし、約束を破られることが多々あるでしょうしですね、本当にないことを言われて迷惑を被ることも多々あるでしょうし、現に今までそんなそれをやってきたわけなんですね。でわけのわからん理不尽なことを言いながらこっちを非難してくる場合もありますし、まあだから本当に付き合いにくい連中なわけであって、できるだけ淡白にするのがいいと思います。もう昔と違ってね、こう仲良くしようという空気はなくなってると思うんですよ。どう言いますかね、食材意識みたいなものからね、日本はもうそれがほぼなくなってしまったと思うんですね。今だからギャンギャン言うてるのはですね、韓流でしょ。韓流のおばちゃんやお姉ちゃんたちでやって、まあそれはまあ確かに韓流面白いしですね、まあ勝手にやったらええやん。でも大人の本質は分かっていませんからね、アホなおばちゃんたちは。で向こうに行って偉い目に遭うんですけども、まあもう そんなもう自業自得ですよ。こう日本の国としてはもうですね、もうなるべく関わらないというのが一番です。近々国ね、今経済がだんだん傾いてるんですね。で1997年みたいなことになりそうですよ。その今日明日っていうわけではないですけども、来年再来年というふうに見ていったらですね、そうなっても不思議はないと思います。経済構造がですね、どんどんですね脆弱になっています。もうそもそもそんなに強力な経済ではないんですね。ただ朝食物を売れるときにはバーッといいわけであってですね、売れなくなってきてるんですね。今売れなくなってきてるしですね、中国との競争に負けつつあるわけであって、なんでですね、まあ近々やばそうな感じがします。で日本は本当に関係ないですから、お隣がどうなろうとですね、そんなに日本は一生ないんですよ。2019年にノージャパンや日本のもん買うたらへんって大騒ぎしたことがあったんですけども、で日本製品何もかも排除してたんですけども、それで日本企業は倒産したとか困ったっていう話はついぞ出ませんでしたねふーんっていう感じで終わりましたね。もうそんだけね薄くなってるんですよ。いや昔はもっと濃かったんですよ。でも散々日本企業がですね、嫌な目に遭わされてですね、皆さん手引いたんですよ、お隣から。だから今濃密に向こうに関わってるコミットしてる企業ってあんまりないんですね。ユニクロとか行ってますし、アサヒビールは輸出してますよ。女はわずかなもんなんですよ、全体から見れば。で多分現地資本でやってるんでですね、日本こうたらへんとか言われてもですね、別にユニクロの業績がそれで傾いたわけではないですからね向こうはそういうふうには考えてはいないと思いますけど、こっちはそうなんですね。もうできるだけ薄いのがいいと思います。しかしまあね、綺麗事言うてますね。傷を越えて絆を作りながらしっかりとした協力パートナーにならなくてはいけないって、並んで、はい、ということです。時事 .com のこのですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。